はい、皆さん、おはようございます。日本一早く、朝のご挨拶をさせていただいております。北敦史ことあっちゃんが、お送りします。あっちゃんこと北敦史ですね。失礼しました。今晩はですね、JD ブラザーズの出演、ジョニエン TV、まあ、この番組の説明して、させていただきますと、ジョニエン TV 深夜0時から毎日生放送ということでですね、まあ、そういうタイトルをつけてますけども、なんで今日硬いの？もうちょっとやわくいけということの指示がありましたんで、今日は結構告知しちゃったんでね、ちょっと固めに言ってますけども、今日はですね、JD ブラザーズということで、JD の J はジョニー、D は大輔ということで、若手のね、ロックンローラー、まあロックンローラーって言っても、そのいかつい格好はしてますけど、まあやんわい やつらなんで、よろしくお願いしたいと思いますけども、そういう、その2人をですね、見つけてですね、まあ、プロデュースというか、まあメンバーでもあるんですけども、ギタリストの松本潤さんが、全面プロデュースということで、そういうね、若手を中心にロックロールを盛り上げるバンドを作って、今日は JD ブラザーズをお届けしました。まあ盛り上がったんじゃないかと思いますけども、今日ドラムを叩いてくれたしげちゃんを紹介したいと思います。しげちゃんでーす。はい、はい、この番組のちょっと常連になってまいりましたけども、はい、どうしげちゃんがね、来てくれました。じゃあ、ぜひ、PR してください。 PR？ 何を？いろいろ、自分のバンドとか。自分のバンド？はい、見ざる宣伝とかしてもらっても大丈夫です。もう、割と宣伝フリーな感じでお届けしますんで。はい、宣伝ですか。次、ミザルはジョニエン、いつでしょうかね。ミザルっていうね、グループ、はい、ロックンロールグループもやってて、はい、結構人気バンドなんでね、はい、しげちゃん、応援してあげてください。あの、この間、ボーイのね、はい、高橋誠役で、叩いてくれましたけど、あ、出た、出ました、高橋誠。小ネタ、小ネタじゃないですよ。ね、ミザルがいつでしたっけ。いつでしたっけ。4月の。ミザルが4月16日に入ってますけども、まあいいバンドなんでね、応援してあげてください。で、そうですね、今日なんか面白いことありました。面白いこと、これといった、松本潤さんは面識はあったんですけど、初めて一緒に。本当、はい、お互いにどっかで会ったことあるんですか。珍しいね。はい、珍しいというか、なんかそんな感じしないけども、随分前からたまにやってるような感じになったけど、まあね、はい、じゃあもうこれからまたよろしくっていう感じですね。まあしていただいたら本当嬉しいですけど、よかったよかった。いや、まあ、そう、今日初対面ということで、初バンドというか、はい、ね、初合わせという感じですね、はい、しげちゃんと、純ちゃんの、はい、まあ、その辺も、ね、お客さん楽しんでいただけたんじゃないかと思いますけども、まあ、今日の JD ブラザーズですけど、まあ、いわゆるジョイントベンチャーですか。ジョイントベンチャー、ジョイントベンチャー、まあ、普段ね、ジョニーと大輔は一緒にやってないんですけども、まあ、まあこういう企画もんで今日集まってたまには一緒にやってみるっていうの、あ、まあ、はい、一種のジョイントベンチャーっていうかね、はい、まあ、そういった意味で明日、まあ、ブログとかでね、ジョイントについて語らせていただきたいと思いますけども、ね、そういう意味で相乗効果がね、ジョニーのお客さんと大輔のお客さんと、まあ、もちろんバンドさんのお客さんとか、はい、いろんな意味で、まあ、それがバンドのいいところでもあるんですけどね。あ、はい、で、まあ、明日は、まあ、ジョイントについてちょっといろいろ告知というか、書いていったりしたい、見たいと思います。
じゃあ、今日はそんな感じで終わりたいと思いますが、おしまいにするもうちょっと話したい。はい。いよいよ。そうですね。今日はですね、僕いろいろやってきたので、まあ、ブログなり何なり見てもらってですね、一応今ですね、インフォミュージックっていうサイトを立ち上げてます。まだちょっと公開してないですけども、そこはかな次世代型のですね、なんていう流通のシステムを編み出してますね。編み出してというか、システム取り入れて、いろいろこう今後展開していこうかなと思ってるんですけども、4月6日にですね、ちょうど降って湧いたようなイベントが入りまして、まあ、その辺はまあ音楽とはちょっと、ね、関係ないんですけども、その辺ブログに書いてますんで、よかったらチェックしてみてください。明日のジョニーエンジェルの出演はどうなったんですかね。明日は誰かな。明日の出演はですね、3月のですね、今日が18日になりますので、19日、あ、リリーメイビーズですね。リリーメイビーズも人気バンドでですね、都内各所結構ね、今一番なんか元気があるバンドっていうか、割と注目されているバンドですね。いろんなパーティーとかの呼ばれたりして、各方面で活躍してる、結構ディスコ系、80年代までね、80年代にとか、まあオールディーズはやるんですけども、結構メインにやってますね。ぜひ大所帯のバンドでね、なんていうのかな、こう振り付けとかもしっかりして、かなり凝った感じで、やってますから、かなりの人気バンドでね、明日もちょっと楽しみにしてますけども、明日はリリー・ウェビズが、恋はジョニー・エンジェルに出演します。よかったら遊びに来てみてください。それでは、今日これからお仕事の人は行ってらっしゃい。そんなにいないと思いますが、ね、お休みの方お疲れ様でした。おやすみなさい。というわけで、お届けしたのはジョニーエンジェルからお届けしました、北敦史こと、あっちゃんこと北敦史と、今日のドラム担当のしげちゃん、ミザルというバンドのリーダー、リーダーじゃないです。リーダー。ね、リーダー竹内さんね。はい、すみません。ドラムのしげちゃんがお送りしました。それでは皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。また明日も元気に頑張りましょう。おお。というわけでバイバイ。